じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい、今日は対決です。対決ってさ、お前何台持ってくるよね。今日何台でした？何台も何台もいいとこだよ。いや、パッと家で浮かんだんですよ。 久々にベストナイン対決したいなと思って。でも何のベストナインがいいかなと思った時に、セ・リーグとパ・リーグの歴代の監督でセとパでベストナインを作ってみよう。監督経験者ですね。そうです、監督経験者。いや、たださ、はい、言っとくけど、はい、まあ両方経験しててね、はいはいはい、パ・リーグの色が強くても、うん、セ・リーグしか監督やってないっていう人もいるからね。そうなんですよ。例えば落合さんとか。そうなんですよ。セトパに。だからそれはパ・リーグ入れちゃダメだよ。ダメです。だから落合さんは結局セ・リーグの、だ中日の監督しかされてないんで、 そっちで組まないといけないとか、あと、はい、両方セトパで監督されてる方も結構いらっしゃるので。じゃあ森藤と俺とで出して、はい、どっちが強そうかということだよね。そうです、そうです、はい、ではいきます、はい、じゃあ私からいいですか。どっち、まずセ、セ、セやね、セからいきます、はい、まずセ・リーグ、ピッチャー、はい、堀内恒雄さん、はい、もうこれは堀内さんしかいないですよ。いや、俺は村山実さん、阪神の。ああ、村山、いや、かっこよかったんだよ。ザトベック投法って言ってさ、はい、もうなんかこう体を全身で投げるというかさ、いや、それで、はい、ボールって判定されたんだよね、うん、審判に体当たりしに行ったから。ちょっと体当たりですか、うん、これは現役の時だけど、はい、でもそのぐらい一球に勝負をかけてるんだと、はい、命をかけて俺は投げてんだっていうね、うん、涙の訴えをしたっていう人だけどね。そうなんですね、うん、で私堀内さんなんですけど、堀内さん現役に私は分からないんですよ、はい、まあ、監督、巨人の監督をやった時しか知らなくて、うん、他ピッチャーで監督っていないんですよね、セリーグで。いやいや、藤田さんとかいるよ。私現役を知らないんですよ。あ、まあまあ、それは知らない、ね、私の世代で現役を知っててっていうピッチャー出身の監督っていうのはセ・リーグにはいなかったので、うん、まあね、はい、うん、私堀内さんにしたんですけど、はい、村山さんね、はい、豊さんは村山さん、はい、キャッチャー、まあ、キャッチャー古田かな。あ、一緒です。一緒ね、はい、ここ古田さん、ここも問題ないね。はい、問題ないです、はい、ファースト、はい、はい、豊さんだ。落合さん。落合さん、私、王さん。ああ迷ったんですよ。これは理由があって落合さん、はい、何か理由があるんですね。わかりました、うん、私落合さんと王さんで迷って、一瞬落合さん私パ リ,、パリーグに入れてたんですよ。でも違うと思って。違うでしょ。はい、一応さんです、はいはい、セカンド、はい、原監督。原監督はルーキーの時にセカンドでスタートしてるからね。それ見ていらっしゃるんですもんね、豊さん。同級生だもん。そうです、ね、同じ入団だもん。私はもう原さんは出た時はもうサードだったので、ああ私セカンド、あの岡田彰布さんです。ああ、いいね、はい、はい、サードは、じゃあサードは長嶋さんでしょ。ああ、ですよね、ですよね。それは外せないよ。はい、サードは私も長嶋さんです。はい、はい、ショートどうなったんでしょうか。調べてないの。調べました。私真由美さんです。ああ、阪神。俺は吉田芳雄さん。ああ、牛若丸と言われたら。現役でのは見てるんですけど、高さん。見てないね。ほとんど記憶はないけど、はい、まあ、ちょっとあの昔のプレーとか、はい、映像では見たことあるけどね、はい、取ると同時に投げてたというさ。早かったんです。早かったよ。私は人がいいんだよ。 人はいいけれど、人がいいんだよ。 よく会うんだよ、あの甲子園行くとね。あ、えー、タカ元気なのかみたいな。松村さんまあまあ、まあ、松村さんっぽいけど。そうです ね、あの、はい、元気かみたいな。いい人なんで、いい方なんですね。いい人なんだよ。でもタバコ一本一本に吉田芳雄って書いてるという、ね。何ですかそれ。いやいや、まあまあ、これはあんまり深く追求しない。わかりました、はい、さあ、そして外野ですけれども、はい、外野3人、豊さん、はい、若松さん、ヤクルト。あ、山本浩二さん。ああ、で、まあ、つい最近までやった金本と。あ、金本さんは一緒なんですけど、あ、私お二人の現役を見たことがないので。誰。私は、まあ、あの1人は金本さんなんですけど、で高橋由伸さんとラミレス、はい、ラミちゃん。あ、もうこの3人、お三方たち現役も見てた。まあ見てるね、はい、だから結構外野手ってセリフ、まあ、若松さんも俺がヒット打った打球を取ってくれてるし、あ浩二さんともやってるし、あ、対戦してるし、そうそう、まあ、やってないといえばこの中で吉田芳雄さん、はい、村山さん、はい、ぐらいかな。でも私選んだ選手も
由伸さんとか金本さん、ラミちゃんとかは結構、あと古田さんもそうですけど、結構若めの、うん、若めだ、はい、方だったので、セリーグは結構選ぶの早かったです、ね、でもね、こっちが勝つな。え、なんでですか。いや、勝つよ。外野、由伸さん、金本さん、ラミちゃんですよ。若松さん、山本浩二さんだよ。金本は一緒だけど、はい、まあね、やっぱ年代あれあるんですね。まあ、あるある、それギャップある。ありますよね、うん、続いてパリーグいきましょうか。はい、パリーグね。パリーグは、はい、じゃあまずピッチャーから。ピッチャー誰？私、工藤さんです。工藤公康さん、はい、なんかね、はい、まあ、そうだろうね。いや、もう元気見てるとしたらね、はい、俺は金田さんか稲尾さん。古い。いや、古いけど古いけど、はい、いや、俺は金田さんが投げてるのはおぼろげにしか覚えてないような、そんな感じなんだよね。稲尾さんも、もう本当に晩年ね。晩年、まあ、稲尾さんもそうだけど、稲尾さんも、稲尾さんはさ、だからパリーグだから、はい、ほとんど映らなかったから日本シリーズでっていうような時なんだよ、はい、あ、まだその時代ですよね。そう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 、だからまあコーツつけがたいというね。どっちですか。でもどっちか選んでください。まあ、金田さんの400勝は外せないかな。金田さんにしましょう。はい、はい、で続いてキャッチャー、これ一緒です絶対。まあ、キャッチャーは野村さんだよね。そうですよね。伊藤さんが現役だったので、伊藤さんとちょっと迷ったんですけど、やっぱ野村さんなのかな。そうだね、はい、はい、でファーストです。誰。いや、ファーストいなくて、落合さんに間違えてしてたので、うん、いなくて苦肉の策でですよ。ヒルマンファーストやってんの。一説によるとウィキペディアに、ね、誰が一説だよ。そんな透明なこといらないよ。なんかウィキペディアでは、はい、外野手かショートだったらしいとしか書いてないんで、まあまあまあ、もう勝手にファーストに信じられないの。俺はね、王さん。あ、そうだ、王さん大変の時やってるから。忘れてた。だからさっきセリーグでは使えなかった。お茶屋さんも入れたい。どうせよ、あ、王さんはパリウムやってるって。ダメだ、その王さんの現役の残像がありすぎて、うん、まあそうだね、巨人のイメージがもう本当強いからね。大英の監督もされてますもんね、うん、セカンド誰。辻さん。俺は井口。あ、ロッテの井口さん、うん、辻さんじゃなくていいんですか、同級生の。いや、辻は守備はうまかったけど、まあ首位打者も取ってるよ、辻は、はい。でも井口のさ、この3拍子揃ってるっていうのも、はい、パワーも辻にパワーをつけた感じだから。ああ、そうなんだ。だから俺は井口かな。絶対豊さん辻さん持ってくると思ってたんですけど、井口さん残念だったね。、はい、私そう辻さんですね。じゃあサード、はい、サードは中西太さん。あれ、違う違う、現役阪神西鉄。あ、西鉄。あ、西鉄ライオンズ、うん、この人の打った打球がさ、はい、ショートが思わず飛びついたって言うんだよ。なんでですか。いや、もう低いライン、低いライン、あ、いや、それでそのままスタンドに入ったという。すごい、街道の中西太って。現役の頃は知らない。全部知らないけど、知らないけど、はい、そういう伝説を考えるとさ、それとやっぱバッティングをね、はい、教えるのがすごい素晴らしくうまかったというね。あ、うん、私はサードは、これサードですよね、今。サード石毛さんです。ああ、そう、西武の。なんかな、やけくそになってない。いやいや、もう辻さんと石毛さんといえば、もう私の小さい時の、まあね、はい、西武のヒーロー、まあ、それはいいよね。工藤さんもそうだったし、はい、じゃあショート。ショートは石毛さん。あ、ショートを石毛さんにしたんですね。そうそう、いや、もともとショートだから石毛さんは。あ、そっか、膝が悪くなってサードに行ったんだけど。あ、じゃあそのイメージが私もサードに行っちゃってたんですね。あ、そう、うん、あ、私広岡さんです、ショート。あ、広岡さんでもいいと思う。はい、うん、もう広岡さんだなと思ったので、うん、ここは広岡さんにしました。さあ、広岡さん喜ぶ。そうですかね。そうそうそう、あ、よかった。で、外野手ですよ。外野手は、はい、レフト、はい、高田茂さん。日本ハムの監督やってるから。はいはい、まあ、ジャイアンツから。あ、日本ハムの監督。そうなんですね、外野手されてたんです。レフト戦の魔術師って。魔術師どこのですか。レフト戦の魔術師。はい、入れてます。これはフェンスに絶対つけなかったというさ、フェンスクッション待ってたらツーベースになって、はい、まあ、うまかった人だよね。あ、そうなんですね、うん、高田茂さん、はい、で、センターが秋山浩二。あ、もうそうですね、うん、秋山さん。で、ライトが山内さん、山内和弘さん。すごく古いですよね。この人もバッティングが、なんていうの、インサイド打ちの天才と言われた人、右バッターで現役
やっぱあんまり覚えてないんだよな。なんか大魔王オリオン。でも接する機会があって、あ、いっぱいね。そうなんですね。はい。で、ヨシヒコさんが叩きつけるバッティングから、うん、山内さんの指導で払うバッティングになったんだ。はい。そしたらいきなりシーズン 1,2 本だったホームランが30本近くに増えたからね。すごい。もう軽くパンとミートするだけで飛んでいくという。すごいですね。ちょっとしたことで、うん、だから教え方はバッティングの教え方がね、はい、すごくうまかったし、抜群だった。カッパエビセンって言われて、何回も何回もしつこく教えるからカッパエビセンとか言われて、あ、な、食べたら止まらないってことから来てるんですかね。止まらない、教え出したら止まらない。顔、あ、顔は食べ出したら止まらない、うん、教え出したら止まらない。顔がカッパエビセンではないんですよね、うん、私は、まあ、あの外野は秋山浩二さん、はい、あと西村さんです。あ、来てくださった西村さんと、はい、西村さん、あと田尾さんです。ああ、田尾さんね。外野がね、パ・リーグね、いないんですよ。いや、いないって言ったら失礼ですけど、まあ、元々、はい、まあ、比率から言うとさ、はい、外野手の監督っていうのは少ないよね。そうなんですね、うん、あとやっぱりノムさんがおっしゃってたその外野手に名将というか名監督なしみたいな、まあ、失礼な話だけどね。まあ、でもそうなんですけど、でも調べるとやっぱり外野手少なかったりとか、まあ、まあそうかもわからないね。傾向的に、例えばキャッチャー結構ね、選びやすかったのでキャッチャーいたり、やっぱバッテリーっていうのは最前線で戦ってるしさ、はい、それを囲うように内野手がいるわけでしょ、はい、それはやっぱ緊張感も違うし、考えてることが外野手とは全然違うからね。まあ、そうですよね、うん、だからそういう意味でも、あ、なんか今回選んでて、あ、なんか監督ってこういうところからやっぱり選ばれるんだなっていうのがちょっと見えてきたりとか、まあそうだね、しましたしね、うん、さあ皆さんちょっとね、これ豊さんの、はい、考えるベストナインと私が考えたベストナイン、どちらが強いか、また皆さん、まあ、俺が勝つよこれは。いや、やってみなきゃわからないけどね。結構いい勝負だと思うんですけど、で皆さんが考えるそのセパのこう、うん、歴代の、ね、監督のベストナインも、はい、よければぜひコメント欄に書いてください、はい。